どうもおはようございます。即価時期の久保です。10月22日朝6時の相場解説をお届けしています。今回は何と言っても介入が起きましたということでございます。えー、規模は前回とほぼ同じだと考えられます。5円ほどの値動きがありまして、一瞬円高にね、ズズゴーンと触れましたよね。今、冷やしを見ていただいてますけども、ご覧のように、久しぶりの陰線が出ております。 で、これ FX オリガラフィの方には、まあ細かくね、連絡をさせてもらいましたけども、今週一週間は介入を警戒しながら、それでも倍の方向で、 小刻みに利確しながらエントリーしましょうってことをずっと繰り返してきて、利食いをね、ポチ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 、それこそ5ピップスだろうと10ピップスだろうと繰り返してきたと思うんですよ。で、ロスカットラインを細かく引いて、利確をどんどんしていましたんで、大きな損失ないことをここまで利益を積み上げてきたと思います。えー、それで通常でしたら、 エントリーをしない時間帯深夜のね時間帯に、えー、今回の介入を起きましたんでね、えー、被害はなくって結局プラスだけだった1週間だと思いますこの速可塾の限定動画をご覧いただいた方でも同じように考えることができれば理確が進められたんじゃないかなと思いますよねなぜ介入がものすごく警戒できる1週間だったんで小刻みに理確っていう作戦はそれを思いつくのはそんなに難しいことはなかったと思うんですよねその上で え、昨晩介入が起きてから、ほぼね、私、あの、リアルタイムと言いますか、この23時から、あの、朝の4時ぐらいまでずっと相場に張り付きながら、売り買いを繰り返していました。ちなみに、今回、FX オリガルヒの方には、タイマー、ね、トリガーのこともお話し,しましたんで、中にはね、自分の終えるリスクの範囲で、 トリガーを発動させた方、つまり予約セルを受けてきた場合もあるんじゃないかなと思います。その人はね、大きな利益を上げてるんではないかなと思って、少し報告が届いております。で、方向に関しましてはね、後ほど返信させてもらいますので、今しばらくお待ちください。えー、それでは4時間見ていきますね。はい、4時間足なんですけども、やっぱりね、1本、4時間にわたってこういうふうな下落が起きてるってことがわかりますわね。いや、すごい夜でした、本当に。で、4時間が収まって、 やっとこれから、あの、回復、半値戻し、前年戻しが始まりますので、146円台で倍をした分に関しまして私一旦決済してるんで、今ポジションがないんですよ。でも今、147円台で、またね、ポジションいくつか持って、148円、149円の方に回復する方向に、利益を求めていこうかと思いますよね。半値戻し、前年戻し。そして、結局は150円に戻るっていうのは、強い関心を持って見ていかなくてはいけませんけども、まあ、 150円また戻るでしょ。<laughs> ということでね、ここからまたね、倍戦略に戻るわけです。1時間軸です。今上下に触れてる部分がここに出てますけども、結局はね、結局はテクニカルの方向に戻っていきますんで、前回もそうだったと思いますけども、この線の延長線上にことは進むんじゃないかなと思います。もしくはもっと上張りにね。金額で言うと150円をまたクリアして151円とか152円の方向に進むと思いますので、まだ全然、こんなところにいますから今。こんなところに。 ここですよほらえっ、ー、とあれここ147円の597ですからねうんまあこれからどうこうするっていうよりも来週の見方なんですけども来週は倍で入ればいいんじゃないですかやっぱり <laughs> それ以外言うことないですよ特に介入が来たんで少なくともまたね次の介入があるまでずっと倍で取れるんじゃないですかうんまあそうじゃなかったら 今度は値動きの方、もう一回見とかなくちゃいけませんけども、こんな為替介入のね、あの、触れ方なんて限定的ですから、むしろね、半年戻し、前年戻しができるだけチャンスが広がったってことですよ。取れるもんだったら今すぐポジション取って、148円台まで、149円の直前まで、この辺までですねあの、取れていけるんで、取れていけるというね、リスクを承知ですよ、いかないといけないですよね。リスクラード1.1でエントリーするんだったら別にいいんじゃないですか、今。こんな感じで。 でここでエントリーね147円の597でエントリーしてこの幅を取りに行きましょうね1円半とか2円ですよでここでロスカット、まあ、146円に多分これから自力でなることはないでしょうねうんまあということでえっ、ー、ともう今日土曜日なんで相場はなくなっちゃいますけども月曜からの戦略をねちょっとお伝えしましたあ明日明後日にはまた月曜日からの第43週の戦略を細かく解説していきます え、来週はね、利益中になると思います。今週も利益は取れましたけども、いかんせん小刻みだったんで、介入に自分のポジションを合わせることができなければ、期待をかけるのは来週ってことになります。来週は、倍でしっかり儲けていきましょう。久しぶりにバイ、倍倍倍で、倍が、ものすごく明確に、しかも大きめの倍が見える、そんな一週間になりそうです。じゃあ、今週もお疲れ様でした。ありがとうございました。